こんにちは、達郎です。今回の動画なんですけれども、今回はちょっとね、ニュースでも結構話題になっていて、最近ちょっとまたね、再び話題になり始めた、ちょっとコロナウイルスについてお話しします。非常にね、ご心配をいただいているメッセージを多く最近ですね、送っていただいてまして、というのがですね、沖縄の、米軍基地で、63人ぐらいの、コロナ感染者が、発見されたというか発覚したと。いうような、ニュースが流れて、クラスター発生かとか、沖縄大丈夫かみたいな、ニュースが、ちょっと一瞬ね、ヘッドラインを席巻したと、いうところがありました。で、これについて、沖縄に住んでる人は今どう思ってどう感じているのかというお話をね、しようかと思います。沖縄にね、家族がいらっしゃる、子供が沖縄に行ってる、沖縄から離れた方も今見ていただいてるかもしれないですし、ちょっと現状把握という意味でも見ていただければと思います。率直に言うとですね、この今の事態を沖縄県民がどう受け止めてるのかっていうのは、分かりません。まあ、かなりホットな話題っていうこともあってなんですけど、あまり騒いでないようには見えます、県民が。でもこれはね、僕はこれは大丈夫なのかなって思うところがあって、そのやっぱ米軍基地で出てるっていうだけあって、そのやっぱその民間で出てるわけではないから危機感が薄いっていうのは多分あると思うんですね。けどこれ結構いろいろ調べてるといろいろ出てくるんですけど、今米軍基地内で、発生したコロナウイルスで、これに感染したコロナ感染者の方を、療養している、隔離療養している施設っていうのは、これは米軍施設内の施設ではないんですね。これは北谷町っていうところにあるホテルを、借り上げて、そこで療養されてるそうです。これが今すごく問題になってます。なんで基地内でやらないんだよとかいう声が上がってるんですね。まあでも当然ですよね、その声は上がって、北谷町の住民の方からしたら不安ですよね、もちろん。で、どこのホテルかも公表されてないそうです。最近になってやっと感染者数とかが公表されたぐらいなので、ちょっとね、情報の開示がね、遅かったという声も上がってます。で、これなんでこんなにも感染者が広まってしまったんだっていう話なんですけど、これが最近発覚したんですね。原因がここ最近、北谷町にあるナイトクラブとかバーとかで大規模なイベントがあったそうです。で、ここに、それがその日本人が主催するイベントかはわからないんですけど、北谷町ってとにかく外国人の方が多く住まわれてたりとか、なんでプライベートを楽しんでらっしゃるとかいらっしゃったりとか多いんですね。で、その、パーティーみたいな、イベントみたいな、ナイトクラブとかバーで開催されるものに多くの、外国人の方が参加されていたそうです。多くの外国人が沖縄の北谷町でパーティーに参加していたっていうのは、もう米兵の方がたくさんいたんだなっていう認識にイコールで方法になるんですよ。だから、そこでおそらくクラスターが発生したんじゃないかと言われています。で、これについて、沖縄県民は非常に怒ってる方は多いと思いますし、ちょっとね、危機感を、持ち始めてる方もどんどん増えています。僕自身もこれはちょっとまずいんじゃないかなと思って、米軍の方って米軍基地内でずっと過ごされるわけじゃなくて、全然休日とか外に出られるので、広がってる可能性非常に高いんですね。なので、しかも療養してるのも外ってなると、これはちょっと北谷町にはしばらく近づけないなってみんな思ってると思います。ただまだそのこれが県民に移ったみたいな話はまだ出てないです。今の時点ではまだ出てないです。ただニュースであったように、そのちょっと内地に行って帰ってきた20代の女性が感染していたみたいな話あるんですけど、それはもうすぐ発覚してすぐ隔離したみたいなので、その話が薄れてはいるんです。その米軍の人の話、米軍の感染の話が大きすぎて、その20代女性の感染の話が薄れてるんですけど、そこも結構懸念するべきかなとは、思ってます。なので結構、質問とかメッセージで、今沖縄って行かない方がいいんですかっていう、かなり微妙な時期なんでね、第一波が落ち着いたかと思ったら東京でもなんかこう第二波っぽいものが起きてっていう、非常に、微妙な時期になってると思うので、どうなんだろう、今行っていいのかなっていう疑問の方多いと思います。イエスかノーかで言うとノーですね。やっぱりどっちにもこれはもうリスクのある状況になってしまった。東京から観光客の方が来られて、おい沖縄に持ち込むんじゃねえじゃなくて、今沖縄も米軍基地で60人以上出てるので、来たら移るかもしれないよっていう状況です。沖縄に来たらコロナに感染するリスクちょっと今あるよっていう状態なので、
来ないでくれというより来るの危ないよっていう感じです。住んでる人間も不安な人は結構多いので、今はちょっと控えた方がいいかな。第一波の時とはちょっと状況が違います。沖縄は完全に危険な場所になってしまったので、今はねちょっと控えていただいた方がいいかなと思います。ということでね、まあ、ちょっと今軽くね沖縄がコロナでちょっと問題に話題になっているので、この状況についてお話ししました。今沖縄に来るのは、あまり得策ではないかと思います。はい。でね、また何か動きがあったらこういう風に動画にさせていただこうと思うので、また次の動画上がった時は見てください。ではさよなら。